皆さんこんにちは。今週からまた始まります新州スポーツ伊藤亮太ナビゲーターの戸橋です。よろしくお願いします。すごーい、なんかもうやらせ感みたいな、ね、なんかありますけど、ありがとうございます。今日はね、軽井沢からそうですね、生放送ということで、はい、ね、夏休み挟んでみたいなね、そうです、感じですからね、はい、久々ですけどね、久しぶりな感じでね、そうですね、7月31日、いつ以来ですか、7月31日以来ですからね、31日以来、すいませんね、やっぱりなんか原点ここですね、原点ね、そんなことないですか、一番最初ね、ここでなんかね、ここからこうやったっていうのがあるからね、令和の元年もここからやって、ね、そうですね、常に節目はここにこう、はい、ね、放送してるんで、はい、なんかちょっとやっぱ落ち着きますよね。落ち着きますか ね、はい、皆さんも見に来てくれてるしね。今日ねすごいね、多いですね。まあ本当ですよね。ありがとうございます本当に、はい。じゃあ今日のね、お待ちかねのゲストを、ね、はい、紹介しましょうか。今日のゲストはこちらです。はい、SC 軽井沢クラブの皆さんです。お願いします。すごいね、すごいです、握手がいいですね。もうみんな身内じゃない、お父さんお母さんたち連れてきたとかじゃない家族みんな連れてきたわけですね。もういや今日はね、午前中にちょっと皆さんに、ね、はい、まあ午後もあるんですけどね、疲れました疲れましたね。いや、いい体験でした。いや、でも面白い。いや、本当ね、楽しい ね、涼しいしね、涼しいけど寒い、寒いで汗かいてダウン着ちゃったらすげえ。試合中も汗はかく、あ、きますかきます。大体そうですね、1試合で2キロぐらい体重が落ちますから、ね、2キロ、はい、だから5回やればもう10キロぐらい新しいなんかレクササイズコースをなんか作って ね、はい、ね、なんか新しいできそうな気がします、ね、レクササイズコースみたいな、はい、いやいや、まあ、ちょっと今日もゆっくり、ね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、あの本当になかなかテレビにね、こうやって出るのは初めてですか、なんかこう。そうです ね、あのこのチームになってからは初の登場、ね、になると思いますけども、はい、緊張してるんでしょうかね若干ね、はい、ガチガチじゃないのもう日本一緩い番組だから、はい、もう喋りたいとき喋っていいよなんかもうお客さん突っ込みたかったら突っ込んでいいから、はいはい、もう ね、慣れてるお客さんは逆に突っ込んでくるから、はい、番組中なの全然、あと飲みたいときに水飲んでいいからね、はい、自由にしてください、はい。でも若いね、若いんですよ。そんなことない。ちょっとじゃあ自己紹介もいいですか。はい、じゃあ、じゃあ僕から、はい、僕は、今17歳で今年で18歳になります。柳沢陸と申します。よろしくお願いします。17歳、17歳、はい、すごい同級生いやいやそうっすか苦笑いね、はい、はい、じゃあ自分は、金井大成です。20歳です。よろしくお願いします。20歳、まあ、いや、もう社会人になって、もう社会人今年から。そうですか。続いて、はい、小泉さとしです。ちょっと年齢上がりますけど31歳です。落ち着く落ち着きますよね、なんだかよろしくお願いします。はい、はい、山口剛です。知ってます。もう34歳です。落ち着く、はい、もう34歳、ね、はい、彼とはもうね、リクとは2倍違いますからね。そうか、はい、もう若いの捕まえたね。そうですね、なかなかいいですよ、ね、若いのもいいです、はい、すごい騙されたなって思ってるでしょいやいやいや、そんなことない。そうちゃんと言いなさい。そんなことない。まあ、そう、もともとはね、はい、SC はまあピョンチャンに出て、うんうん、でまあ離れて皆さん、うん、TM 軽井沢と、はい、あとコンサドーレと、そうです、分かりまして、で、ね、山口が残って、はい、新たなメンバーで、うん、スタートしました。はい、もともとはここがつながってます、はい。じゃあ近場から、小泉はですね、うん、同じ会社に所属してますので、はい、なるほど、はい、めちゃめちゃ近場だね。近場だ、はい、近すぎなぐらい近いですよね。次、金井大成はですね、うん、僕がこの会社に入社して、うん、1年目の冬にカーリング教室を作ったんですよ、うん、その時の1期生です。え、1期生、はい、カーリング教室1期生、じゃあ 小学生ぐらい、小学、そう、小学2年生の頃ですかね。あ、はい、すごいねそこからもう洗脳されちゃって洗脳されたもう逃げる道もなくもうね、
そうです。山ちゃんに、ね、騙されて。まさか組むとは思わなかった。まさか。まさか、ね。まさか組むとは思わず。それとあとリクはですね、去年まであのカーリングエリートアカデミーっていう、うん、カーリングのスクールやってまして、そこの生徒で僕も教えてたんですけども、そこから。はい、そうなんだ。じゃあもう何こう下から育って、まあ、サッカーじゃないけど、うん、ね、ちゃんとそういう組織に育てて、そうですね、はい、エリートだ。じゃあエリートです。教え方も上手だったもん。あ、そうですか、うん、あ、本当ですか、ありがとうございます。なんかこうちょっと俺らがね、はい、こうストーンをこう投げてちょっと短くて、あのスイープっていうのあれをすぐやってたんだけど、はい、短かったのね。俺らのどうやっても力が足りなかったんだけど、はい、すいません、僕のスイープが足りませんでした。もう神かと思いますね。そんなこと言えます？神ですよ、ね、自分のスイープがちょっと足りなかったですっていうね。すごい。で、そんなメンバーで。はい、あともう一人、大野っていうのがいまして。彼はちょっと今日仕事で来れなかったんですけども。はい、例のゴルフ場の。そう、ゴルフ場の。場の稼ぎ時だからね。そうですね、はい。頑張って働いてます。その5人で組んで。はい。ね、すごいね。まさかで山ちゃんも自分が指導したとかっていう中で組むなんて思ってなかったけど、はい、思ってなかったですね、まあ、でも将来的にはそういうのもいいなとは思ったんですけども、こんな早く組むとは思ってなかったんで、すごいね、はい、どう逆になんか教わった人にチームを組むってどんな感覚なの？そうですね、まあその時はやっぱ憧れの人でしたからやっぱ組めて、その時は時が、あ、今は、ね、今はあれでしょ、もうちょっといない時では山口がさうるせえんだよみたいなね、そうっす、そういう感じでしょ、ちょっと内緒にしてます、ね、はいはいはい、すごい ね、そんないやでもね、それがまた一緒のチームになってますね、そうですね、はい、面白い、新鮮だね、新鮮です ね、いいですよ、はい、でも逆になんかもうここはもう通通なわけでしょ、同じ会社に。まあそうですね、ただ彼も、うん、あのカーリング始めたきっかけをじゃあちょっと喋ってください。あの長野県にあのスワンプロジェクトっていう、うんうん、あの競技者発掘のプロジェクトあるんですけど、うんうん、そこの2期生で僕カーリングを始めまして。あ、そうなんだ、はい、あれスワンプロジェクトっていうのいろんな競技を、そうですね、カーリングの他にソリとかスケート、ね、スキーあるんですけど、うん、まあ近いっていう理由だけでカーリングをまず選びまして。そうなんだ、はい、他になんかこの競技がっていうのはなかったの？なかったですね、とにかくなんかオリンピックを目指したいと思って、まあ、スワン入ってカーリングに出会ったっていう感じですね。でもそこからもカーリング一本で、はい、オリンピック目指して。そうですね、すごい。でもそう考えるとスワンプロジェクトってすごいです ね、うん、ねちゃんとそうやって発掘されて、そうそうそう、発掘されてそうなってきましたから ね、オリンピックを目指すって。え、逆に2人はカーリングを始めたきっかけは？自分は中学1年生の時にこの狩沢中学校のっていうところに通ってたんですけども、うん、その狩沢中学校にカーリング部っていうのがありまして、あの近所に1個上の先輩がいるんですけども、その先輩がカーリング部に入っていて、自分もじゃあカーリングやってみようかなって思って始めました。すごいね、カーリング部ってあります？なかなか聞かないんですよね。え、この辺じゃ当たり前？中学校って軽井沢っていくつあるの？一つしかないです。あ、でも軽井沢ならではだね。そうなんですよ、はい、ね、部活何人ぐらいいるの？多い時は2、30人くらい。あ、そんなにいるんだ、はい、もちろん練習場ここ？はい、そうです。すごい、めちゃめちゃ、ね、町民とかもね結構やってますからね、軽井沢町はやっぱり、はい、あ、町民杯みたいなのもね、あるしね、みんな町民杯なんだよ、町長杯、町長杯、はい、すごいね。でも環境があるからこその、まあ、そう、ね、ね、もうだからやっぱ環境、数年ですからここ、ね、すごいね。あ、で始めたきっかけは？あ、僕はもうあの小学校行った時にそのクラブなんていうんですかね、チラシみたいなのが来て、うん、なんか体験会みたいなのがあったんで、それで参加してみようかなって感じで。あ、なんとなくそう、そのチラシを見て、はい、参加してみようかなって思って。自分の家からもその近かったんで、こうカーリング場が。その一回参加して、はい、いやもうカーリングめっちゃ楽しいみたいな。まあそうですね、やっぱり。いいんだよ、本当のことチラシに山ちゃんの顔が書いてあって、なんか逃げれなかったとか、なんかそういう逃げれなかった
そういうんじゃない。いやなんかもうスケートとかとはなんかまた違った楽しさがあるかなと思って、うん、へえ。カーリングの一番の楽しみって2人はどういうところに感じてるの？どういうところが楽しいって一番こう。カーリングですか、うん、僕はやっぱり40メートル先のここに止めたいっていう場所に止めれた時のこう達成感がすごく楽しいですね。あとは今こう今はもうチーム作りっていうのがすごく楽しくてですね、これ今までなかった経験なのですごく楽しいですね。メンバーこうやって集めてきて、はい、みんなで一個ずつ作り上げていくっていう過程、そうですね、今、はい、でこう成長が毎日分かるのですごく楽しいですね。どう？僕は個人競技しかやってきてなかったので、うん、まあ、チームワーク、まあ、チームプレーっていうのは初めてだったんですけど、うん、まあ、こう4人なり5人で一つのこのショットを作り上げる、うん、そういったところに魅力を感じてますね。あ、個人競技って何やってたの？僕ずっとソフトテニスやってたので、あ、まあ、今もたまにやるんですけど。でそっちの道には行かず、そっちはまあ途中でフェードアウトしました。フェードアウトしれーっとフェードアウトして、ね、他に何かスポーツとかやってた2人は？ちっちゃい時にちょっとだけホッケーやってました。あ、はい、それもなんか軽井沢ならではっぽいですね。確かに ね軽井沢っぽい、うん、どう？自分はもう全然小さい時にもうカーリング始めちゃったんで。そうだ、ね、小学カーリング一本、ね、そうですね。あ、すごい、なんか本当に変わり、あれだね、軽井沢っぽい、うん、なんか特徴のある感じがね。そうですね、すごい施設があるってすごい ね、やっぱりね。新しいクラブ、うん、これ今年のユニフォームですかね、この。そうです、白い今年の。今年は白の。今年、いや、真っ白とコーンありまして、はい、すごいね、スポンサーいろいろ入ってますけど、ね、はい、これもね、ちょっとここだけこうやって、はい、いやいや、いろいろ入ってていいですね。すごい、こういう営業とかも、はい、営業も行ってるの？行きます。マジで？はい、ね、選手やりながら？選手やりながら、はい。すごいね、いや、偉いね。いい、何、そのセールシートじゃないけど、そういうのは、はい、会社の人と一緒に持っていくんですね。はい、挨拶行って、すごいついてますよね。右もついてるでしょ？右も、はい、ね、はい、入ってます、はい、ね、でもこれお金を出してくれる企業さんがいて、はい、その予算の中で遠征行ったりとか。そうですね、あと今年からその SC 軽井沢クラブ、クラブチーム化に今なりまして、うん、僕たちのチームだけじゃなくて、うん、次の世代のジュニアのチームも、うん、育てていくプロジェクトをやったりとか。素晴らしい。それから全国大会のジュニアの大会を一つ毎年やってるんですけども、ここで、はい、まあ、そういうのを全て、企画運営もやってるんだ、はい、やりながらっていうので応援してもらってます。すごい、まあ、でも積極的になんかいろいろやってるよね。 SNS いつも見てるけど、ね、はい、ね、いろいろと見てます。皆さんシャーってこう投げてる姿の写真、ね、どこでもね、どこでも投げちゃうからね。はい、はい、ね、でも17歳じゃちょっとね、営業とか。そうですね、まだ行ったことはないですけど。でもいい経験だね。なんかこうこうやって人に教えることって、17歳の経験で言ったらそんなにできないでしょう。あんまり17歳で人に教えるってね、うん、まあでも教えながら自分も吸収できるので、そういったところはいいと思います。神だね、神だ ね、神ですね、もうね。今日どうしたの？今日だけちょっと作ってますね。あ、いや作ってね。ちょっと違いますね。ちょっと違う、ちょっと違う、違います、違いません、いつもこうです。裏では山口って言ってるタイプだな。まあでもね、そんなチームがこの間、今シーズンですね、はい、シーズン始まりまして、アドウィックスカップ出ましたけども、そうです。いかがですか、その新チームの。そうですね、先週北海道でアドウィックスカップっていう、大会出てきまして、予選は2勝2敗で予選敗退しちゃったんですけども、今現日本代表のコンサドーレとも試合やって、まあ、点差離されまして、まあ、はっきりと分かったのは、まだまだそこには手が届かないっていうのは分かりましたけども、まあ、そんなにめちゃくちゃすごく離れているわけでもないというか、まあ、一歩一歩進んでいけば必ず近づけて、いいところまで行けるんじゃないかなっていうのは手応えを感じて帰ってきました。その手応えは3人もやっぱ同じ感覚？はい、もうちょっと
かなり離れてるなっていうより、まあまあこの辺を直していって修正して上げていけば近づけるのかなみたいな。そうですね。あれ？そうですよね。はい。まあでもなんかそういう意味では、コンサドーレその代表ね、はい、やってこの違いというか。それを経験できたっていうのはその今回のこの大会っていうのは非常にいい収穫ですね、うん、はい、まあ、あとこれから来週からですけども、カナダに、2ヶ月弱ぐらい行きますので。え、はい、全員まあそうですね、全員っていうか、まあそうですね、行ける人が行くという感じなんですけど、行ける人、はい、ちょっと俺もスケジュール見てみいいよね、はい、カナダか、そうです。マジで、はい、カーリングの世界では普通2ヶ月とか行って、最近はまあ普通になってきてるとは思いますね、はい、海外遠征すごいね、え、はい、普通なの。このチームはまあ初めての経験になりますし、はい、僕もまあ2ヶ月行くっていうのはあんまり1ヶ月半ぐらいまでがほとんどだったので、まあ、長い方になりますね。まあもうね30代だからだけど、大丈夫ホームシックとかホームシックなんかもうね心配になるおじさんはね、はい、息子みたいな、そう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 、ホームシック何かあったら言って、すぐ日本食送るから船便で送るから届かない、届かないね届く頃には帰ってきちゃう、ちょっと帰ってきたらテストがあるので時差ボケがちょっと怖いです。ああテストね、あそうかそうだね、はい、まだ学生なので、はい、じゃあ勉強道具もはい持っていかなきゃダメです。しこたま持ってってはい、ね、すごい大変だね。で帰ってきてテスト、はい、すごい。え、それぞれ仕事、仕事もあります。そうだよね、はい、そこはまあ融通聞かせてもらって、そうですね、あの行けるような状況を作っていくと、はい、まあ、そう考えるとやっぱり環境的には結構ハードだね。そうですね、はい、どうなの他の選手たちに比べて、はい、今、まあ、僕そうですね、SC軽井沢の環境的にはかなり男子の中ではいいと思います、はい、そうなんだ。一番いい環境って今 どこがいいの。コンサドーレ、コンサドーレはいいと思います、はい、プロではない、まあ、プロではないですけども、はい、ある程度遠征も多く行ってますし、あ、そうなんだ、はい、ね、すごい。その中でもオリンピックを ね目指して、まあ、そうですね、まあ、今度はいろんなチームがライバルになりますので。そうだね、そうだよね、今までね、まあ、一緒にやってたのが、はい、今度はねライバルとして、ね、この間からてっちゃんとねコンサドーレとまずやって、そうですね、はい、TM とはだからまだ試合やってないですね、はい、ね、楽しみですね。ぶっちゃけもうここには絶対負けたくないっていうところあるでしょ。すげえ逃げ場それはさ、ここだけには負けたくないみたいな、やっぱり一緒にやってたらね。俺は常にやったからね、はい、パラセールの時は山川に絶対負けてと思ってたけど、あるでしょ。でもこの辺のチームには負けたくないし柔らかい感じそれはやっぱTM 軽井沢には全くないですよ ね、 ね、どう。僕はそういうのは特にないんですけど、まず日本でチャンピオンなんで、はい、いや僕言ったらまずいんだけど一番聞きたかったところね皆さんが一番聞きたかったところでしょうね今ね、あれみたいな。まあ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 、ね、はい、そうですね、はい、でもカナダで試合するんじゃない。まあそうですね、あのコンサドーレと TM 軽井沢はあのかなりツアー同じ大会でいますので、多分戦うことは多くなると思います。あれさ、試合中はさ相手チームと喋るの。あ、喋るの。喋りますね、はい、あマジで、はい、え、喋ってもいいの。ルール的に OK なの。 OK です。そうなんだ、はい、お前めっちゃ調子悪いじゃんとかあそういうなんか精神的あんまり言わないかもしれないですね。やっぱり、はい、言われて嫌なことは言わないですよ、ね、あー、はい、ルールがあるのね、ちゃんとなんか、はい、カーリング精神っていうのがありまして、あ、相手に嫌なことはしないっていう。なるほど、はい、すいません、なんかすごいね、はい、え、これでじゃあ2ヶ月行って、はい、戻ってくると、はい、国内国内の予選が始まって、まず僕たちは長野県の予選からスタートします。あ、それを予選からなの。はい、予選出て。予選って何チームぐらい。ですね、長野県の予選は8
チームぐらいですね。8チームぐらい、はい、で会場はここで。そうです。でその次が、チューブエリアっていうところ、うん、チューブ選手権っていうのがあって、でその次日本選手権です。チューブは一枠、うん、そうですですもんね、はい、だから1チーム詳しいですね。詳しいっていうか、まあスポーツ全然興味なさそうな見た目なのに。いやいやいや今はね、あ今、はい、はい、そうなんです。試合のシーズンって大体何月ぐらいからってあるの、カーリングって。何月までとか。カーリングはまあ今のこの8月から国内でツアーが始まって、うん、なのでまあこの辺から始まって4月の上旬が世界選手権ですので、うん、まあ、大体そこまでが大きなシーズンというか、はい、一番ピークっていうか目指すところは2月の日本選手権、まあ、4月の世界選手権っていうところが、そこが一番、はい、でその先にオリンピック、はい、あ、なるほどね。やっぱカーリングはメインはオリンピックなんだね。まあ注目浴びるのはやっぱりオリンピックだなっていうのを前回出た時感じました、ね、うん、ね、うん、まあそうですね、オリンピック出てるんだもんね、はい、ね。で3人はそこに今目指してるっていう。じゃあもちろん見てた、出てた時は見ましたよ、ね、どんな感じで見てるの自分は。あそこにもう立つんだみたいな感覚なのか。なんかそこまではあれな、あ、やってるなみたいな感じ。それだけ。もうね、今日一つだけ分かりました。山ちゃんに対して全く興味がないんだね。ないですね。僕も分かりました。全然ないですね。確かにね。あ、でもまあやってるなみたいな。でも実際自分がそこを、その時には見てた時にはもう目指そうって思ってた。あ、うん、そうですね。はい、じゃあ目指そうって思ってたってことはもうあそこに自分が立つんだみたいな感覚で見てるの。自分は当時その別のチームでそのスキップって言って司令とやってまして、その自分もオリンピック目指したのでまさか解散するとは思ってなかったですけど、もういずれライバルになると思ってたので、もういろんなとこを吸収しようって思って、あの試合でその作戦の勉強したりはしてました。あとは YouTube で海外の試合の作戦を見たりはしてましたね。その時はライバルってことだもんね。はい、そうだよね。盗んでたわけだね、はい、もう倒してやろうって思っていいよそういうの、いいよそういうのいいよ。でもすごいですよね。ね、なんかどこでね、どうなるか分かんないね、うん、ここでこうやってまたチームを組んでオリンピックを目指すという、そうですね、はい、運命というかね。そうですね、面白いね、カーリング。だから分かんないよね、ここにいる皆さんももしかしたら、はい、ね、そうね、来年ぐらい僕と一緒にチーム組んでるかもしれない。何年かスカウト、スカウト、はい、そしたらライバル。そうです、ライバルですね、はい、番組一緒にやってる場合じゃない、はい、確かにね、ね、はい、今日でも体験会をね、うん、一緒にやったけど皆さんまあ上手上手ですよね、うん、でルールは詳しいわ、すごい。あの何、初心者クラスと、うん、中級者と、ね、中級者、はい、僕中級者の方ね、はい、入ったんだけど僕全然ルール分かんないんで、はい、もう全部言われるがまま、ここにこう置いといてくださいって言って、そのあの何ステーキっていうの、はいはいはい、あれずっとこうやって置いといてでそこに目開けて投げてもらうっていう、はいはい、すごい、ね、もう皆さん長くやられてるんですか。そんなことない、結構皆さんやっぱりピョンチャンからっていうのが多いですね、うん、ピョンチャンを見てで今北京を目指してる。北京のではない、うんうん言ってる。いやいいですよね、でもね、はい、やっぱり裾野が広がらないとね、やっぱり確かにね、うんうん、まずやっぱ人口を増やすっていうこともだって大事でしょ。そうです ね、カーリングの競技者っていう登録してるのは大体2500人ぐらいしかいないんですよ。競技者としての登録とかがあるんだ。はい、それ登録すれば、まあ、公式大会に出れたりとかするんですけども、その登録人数が全国で2500人くらい、うんうん、あ、全国で2500じゃ少ないよね。少ないですね、そうだよね、はい、そうか、だから子どもたちとかも含めて普及していかないと、はい、もちろんカーリングも盛り上がってこないし、うん、そうですね、はい、でも複雑だね、その分ライバルは増えるってことでしょう。そうです、皆さんやめてくださいカーリング。そうか、はい、でも盛り上がりとしたら、まあ、そうですよね、人が増えないと、ね、多い方がいいですよね、うん、そうだよね、ね、
でもすごい根強いよね。この辺だって人すごいいつもいない？いますね。あでもこの施設に来ると、うんね、通年っていうのが一番でかいんじゃないかなと思いましたね。で外ね見たら分かるけど、外ではこの環境を使ってさ、フットサルがあって、はい、自転車とか子供たちが遊べる環境があって、はい、で向こう人工芝のグラウンドがあってとかさ、環境的にはすごいよね。最高にいいですよね。子供たちがスポーツやるとか、はい、ね、そういう意味ではすごくいい環境なのかな。そう、もう軽井沢町が ねやっぱりこう、まあ、財政的にもね、もちろん確かに豊かだし、すごいいいところですね。いいですよね、軽井沢。え、皆さん長野の方ですか？そうですよね、縦に振る人と横に振る人、ね、そうだよね。一番遠いところでどこなんだろう。今日でも県外から体験に来る方、え、どこですか？名古屋。お、名古屋、あ、遠い、名古屋、ね、カーリングシニですか今日。おー、すごい。他どこか、名古屋、岐阜。ありがとうございます。岐阜は芝寄りなんで、大垣なんで。あ、じゃあちょっと離れてますね。はい、ありがとうございます。お土産までいただいて。え、どこですか？いや、避けてるけど僕には刺さってるんですけど。めっちゃ避けられてるけど、僕の手はずっとこうやってくる。どこですか？山形。山形ですか？おお、山形。すごいっす。カーリングもちろんシニ。え、ミニ。嬉しいね、嬉しいですよね、はい、今までサインとか求められたりもある？どう？もうパーッ書いて。ありがたいです、はい、いいね。でも17歳じゃちょっと緊張しない？サイン。そうですね、まだちゃんとあるの？考えたの？ちゃんとしたサインもないですし、今考え中なんですけど。考え中？募集しようじゃあ。こんなサイン、はい、いいですね。サイン考え中ね、いいね。チームで書いてないの？まだこうチームでは最近ちょっと書かせてもらって、はい、少しずついいね、はい、初々しい感じが、いい感じです。今のうちに、はい、もらっといてもらった方が。そうだよね、はい、4年後変わってる可能性ありますから、形が。確かに、ね、陸なんかね、もうどんどん変わってるもんね今。そうだよね、今考え中なんだもんね。今書いてるのは適当に書いてるってことでしょ。適当ではない。適当じゃない、適当じゃない、大丈夫。はい、そうか、今考え中、はい、ね、でも最初の頃って僕らもそうでしたからね。考えるの？いや、考える。クラブからも言われたのがあって、それを最初書いてました。お、結構野球選手とかこう縦でこう、はい、そうですね、はい、僕らもこう縦のがあって、でも枚数が多くなってくるとそれがめんどくさくなるから、その縦のやつがこう短い半分ぐらいになる、はい、でそれがこうめんどくさくなると横でペペッてこう、あっていうので、もうどんどんこう流して。なるほど。でチーム全員で書くから、この色紙があったら、うん、サッカーチームだともうここに30人ぐらい書かなきゃいけないから、ね、ちっちゃいから、はい、あんまり大きいと書きにくいから、ね、みんな短く書く。サッカー選手結構短い。あ、短いね、確かにね。で枚数も結構多くなるから、色紙が。そうそうそう、うん、確かにね。ちょっともしいいサイン見つかったら教えて、ね、ちょっと柳沢って長いのでどうやって略すとか考えてます。あ、柳沢ね。でも名前かっこよくない？ディックね、柳沢、サッカーだからそれしかないですよ。すいません、全部サッカーに持ってっちゃう。すいません。柳沢はね、なんかいいサイン欲しい ね。考えときます。いいな、初々、ね、しくてね。なんかでもいいですね、いろんなこう年代がいるとね、うん、今まではまあ同じぐらいの年代でね、ずっと一緒にやってたけど ね。 そうですね。そうです。え、結構日常生活でも知らないことって、僕が知らないことは結構教えてもらってて。大丈夫？会話、会話全然ダメです。今日ダメ。17歳と、はい、心配になってきたよ俺は。もう合わなすぎますもん。まあそうだよね、はい、17も17、20歳だもんね、はい、まあ、ここ2人は僕ね、こっちなんです。え、嘘でしょ。絶対こっちでしょ。どう考えても。いや、残念ながら話題的にはもうこっちこうです。あ、そうなの。はい、僕と思うのはほとんど世の中の知らなすぎて、はい、逆にびっくり。カーリングのことだけしか知らないです。すごい、10代、20代、30代、40代、60代ですか。いやいやいや、まだ40代ですからね。ここ一緒です。そうそうそう。でも何、こう逆に
趣味とかこうなんか全然違うのやっぱり4人っていうのはこう一緒にやることはないの、カーリング以外そう、あカーリング以外にですね、スポーツ大会、スポーツ大会やります。スポーツ大会、まず第1回目が、ボーリング。お4人で、はい、あ5人で5人、ええ、そうですね、ボーリングやりましたけど、ちなみにボーリング誰が一番うまいの？いや何やってもセンスありそう。いや、ね、身体能力めっちゃ高いです。あそうなんだ、はい、何やっても一番じゃない、まあまあ、第2回目がバドミントンですけど、うん、バドミントンも一番優勝、はい、もう余裕だよみたいな何やっても任せろみたいな、ちょっと思ってるでしょ。でもまあ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 、まあ、あとは何やったの？今あと個人的にそれぞれと今ゴルフの練習場に、僕ゴルフ最近やってるんで、あそう、はい、打ちっぱなしに行ってるんですけども。ゴルフは3人は、トシはまあまあ結構うまかったです、まあ、結構打ちっぱなしに行ったことあるぐらいし、回ったことないので。でも思ってるでしょ、もう時間の問題でな越せるなみたいな。大勢はあまりいかなかったけど、ね、リクはもうあの独自な感じで、はい、僕最初持ち方教えなかったんですよ、うん、ゴルフの、まあ、こういう感じで持つじゃないですか、うん、もうなんかリクこういう感じで持ってる。クラブ。いや、いいね。それはネタでしょ、それ。キャラが、マジでキャラがね。出来上がってきたね。僕は教えなかったんですよ。もうこれでいいんだと思ってたら、もうすぐ豆できてね。ごめんね。できるでしょ、これ。ゆるゆるだもん。これで打てないでしょ、でも。余裕あってたんですよ。いや、そんな一回だけです。めちゃめちゃいいキャラしてるな。やっぱ若さ半端ねえな。いいね、面白いね。もう運動神経低いんで。いいね、仲いいね。ね、そういうなんか、ね、スポーツ大会。スポーツ大会、はい。次は何を？次何がいいですかね。はい、卓球とかは？卓球までやってないですね。絶対強いじゃん。もうだって顔がもうね、余裕な顔してるもんね。余裕な顔してるもんね。もう思ってるでしょ。まあまあまあ。卓球も多分負けないです。マジで、なんでそんなにできるの？でもソフトテニスだから。そう、まあそうか、そうか。そうか。あと僕中学の体育の教員だったんですよ。教員やってたの？はい。え？5年間。教員やってて。はい。はい、教員辞めて軽井沢に移住したんです。あ、教員辞めて軽井沢に移住したんです。あ、そうなんだ。カーリングもうちょっと真剣にやりたくて。はい、マジで、はい、すごい。それは勝つね。体育の教員だもんね。まあまあある程度は、はい、逆に苦手なスポーツ何？苦手なスポーツ、これはちょっと負けるんじゃないかなみたいになる。いやでも多分このメンバーだったらまあちょっと3人なんか今日亀裂がなんか亀裂が入りそうじゃないの。ちょっとこのチーム多分来月ぐらいで多分解散の方が危ないですね。大丈夫？危ないな。危ないですね。ちょっと勝てそうなやつないの？え、でもまあ、ね、カーリングは勝てるよ。カーリングは勝てる。違う、一番メインだろ。違ったか。ないのないの、これ自分がこれだったらいけますみたいな。2人はこれだったら勝てますみたいな。だったら勝てる。思いつかないですよね。体育教師って結構最強ですよね。確かにね。全部できますよね。あ、やったことあるやつはもう一通りできるもんね。はい。カラオケとかどうですか？それスポーツじゃない。カラオケ。カラオケね。あ、いける？いけますよ。お、マジで？小泉さんも歌う人じゃん。僕は全然違うんじゃないやっぱり、ね、意外と負けちゃったりしてる。どうだろう。あ、曲が？もう曲が全然。選曲の？選曲がもうね。確かにね。でも意外と趣味合うんですよ、結構。まあまあ、そうですね。じゃあ本当にこう そっちの3人は、はい、こういう感じで。そうです、そうです。1人おじさん、おじさん枠に入っちゃった。もう1人大野がいますので。あそこの2人で。2人ではもうおじさん枠。そうなんですよ。面白い、はい、面白いね、仲いいね、ね、ちょっとなんかそのスポーツ大会俺も混ぜてほしい、はいはい、面白そうだね。面白そう、ぜひぜひ、はい、今度はあのボーリング大会でやりたいもんね。ボーリング苦手なんですよ。足で蹴りたくなる。ああ足の方がスコア良さそうですね。足の方が絶対スコアいいと思う。本当に手だとね、思うようにいかないんだよね。この間もね、あのお盆休みでちょっと、はい、帰省してた時にちょっと子供と行ったんだけど、はい、思うようにイライラしちゃってね。だんだんやってるうちに自分が真剣になっちゃって、ね、ダメだねやっぱね。足で行きたくなっちゃうね。え、足は器用？
苦手です。うんうん言ってるわね。さすがだね先生。フットサルもちょっとやってたんで。ずるいよ。ずるいもう何でもだね。もう手も器用で足も器用って言ったら、ね、負けないね。そしたらまあまあ、まあね、すごいな。どう2人足はどう。無理です。ダメ。バスケはバスケ苦手です。苦手。あとなんだろうな。スポーツ、え、普通に走るのはどうか。走るのもな、ね、50メートル競争みたいな。そう、100メートルとか結構6秒です。6秒50メートル早いよ。早いですよね。それ生かさずカーリングで滑ってるわけ ね。 そうそうですね。全然生かしてないです。いいな、ちょっとやってみたいな。い、面白いですね。なんか面白そうなチームですね。楽しそうですね。面白そう、うん、仲もいいし結構、はい、そうですね。デコボコしてますけど、ね、いいね。年齢のこの幅もいい感じでこう、ね、そうですね、あって、はい、お兄さん的な役割がいて、おじさん、おじさんですよね。おじさんの脇があたりいて、若手がいてね。そうです、はい、いいバランスで。そうですね。ちょっとね、大野くん残念ですけどね、どんな人が知りたかったっすね。いや、まだ大野がいいキャラしてるんですよ。マジで、はい、ぜひ、ね、うわ、大野もあれなんですよ、北海道出身で。あ、もってことは、あ、僕も北海道出身なんですけど、ね、はい、で彼も仕事辞めてこっちに。こっちに、はい、え、3人は出身は。僕は上田です。上田、はい、長野県だ。軽井沢、軽井沢。あ、軽井沢、軽井沢。じゃあ2人なんだ。そうです。すごいね、みんな、ね、すごい。こうやってまたチームを組むって、まあ、ある意味運命ですよ ね。そうですね。あ、まあでもこうカーリングの、カーリング界にとっては非常に、ね、うん、今広がりが出てきたのかなってちょっと思ってます、ね、そうですね、うん、いろんなチームが出てきて、そうだよね、はい、うん、で裾野を広げるためにそのクラブチームになって、はい、そうやっていろんな普及活動もやってるわけだもんね。そうです、はい、盛り上がっていくといいね、カーリングはね。そうですね、やっぱそれが一番嬉しいですね、うん、そうだよね、はい、どうです今日カーリングやってみて、ちょっと痩せたんじゃないですか。そうですね、ちょっとゲストリしてます。大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫ですよ。ちょっと疲れてないですか。めちゃめちゃ汗かいてましたよ。え、俺はちょっと逆に寒かったんだけど、背中べっちょりです。そうですよ。あのね、なんかダウン着ちゃったらすごい暑くなっちゃった。暑いんですよね、はい、失敗したと思って。そんなに汗かいた、まあ、ちょっと酒飲みすぎた。そっち、そっちもあるんですけど。でもだって一試合で2キロとか、2キロぐらい、ね、はい、落ちるとき落ちるでしょう、はい、すごい、まあ、運動量は結構見た目以上にあると思います、はい、そんなイメージないけどね。そうですね、なんとなくこう見てる側のイメージという、はい、勝手なイメージなんだけど、なんかね、涼しい顔で投げてるもんね。なんかこう、そう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 、そうですよね、試合とか見てると。やっぱなのでブラシやる方が相当大変ですね。だから、ね、そうですね、はい、鍛えてマッチョにね。そうです。画面じゃ分かんないと思うけどすごいの、いい、ね、もうちょっとだから鍛えた方がいいですよね、みんな。鍛えてそうそう鍛えてるね、うん、俺も頑張ります。いやいや、確かに。え、でもポジションによってある、鍛えた方がいいポジションで。そうですね、でもほとんど、まあ、みんな絶対ブラシしますので。やるんだ、はい、鍛えてもいいです。鍛え、まあ、鍛えてますけども、まあ、これからどんどん成長していくと。まあそうだよね、17、20歳やん、ね、はい、なんか皆さん聞きたいことあります。最近食べるんだけど、全然興味ないじゃないですか。もう興味ない。全然興味ないじゃないですか。ね、なんか聞きたいことないですか。ね、せっかくなのでね、カーリングの選手はもらって嬉しいものって何。ファンの方からさ、サッカー選手とかだと、現役の時はあんまりケーキとか、はい、あ、甘いものってあんまり食べれないから、はい、そう、もらっても、まあ、全部を食べるとかっていうのはなかなかできなかったりするから、うん、だからドリンクとか、はい、ゼリーみたいなとこもらったりとか、はい、タオルとかだとすごい嬉しいんだけど、なんかある。そうですね、まあ、僕結構ラムネいただくんですけど、ラムネ、はい、ラムネね、ラムネはまあ試合中、はい、いいなと思うのと、あとバスクリーンみたいなこう入浴剤、お風呂いただくんですけども、はい、そういうのも嬉しいですね。どう、なんか、いや、こっちはあんまりもらったことがないので。これからだね。でもちょっと分かんないですね、これ欲しいなみたいなないの。なんだろうな、車とかやめて、うん、絶対に届かないから。僕家欲しいですね。買ってください。
え、でもなんかこんなものなんか別にそうですね、甘いものとかもらっても別に食べちゃいけないってことないですから、あんまりないんだ、嬉しいですよね。あ、え、みんなさ、例えばああいう道具とかはどうしてんの、シューズとか。そうですね、チームで揃えるものと、うん、あとはサポートしてもらってるものと、あ、はい、ある。サッカー選手だとスニーカーとかもらって、まあ、でもスニーカーじゃ履けるよね、別にね。そうですね、ソックスとかね、スニーカーあるんですね、スニーカーとかももらったりする、たまにね、うん、足のサイズあらかじめこう言っといて、言っといてですね、27.5 センチです。今のカットします。7.5、 6.5 です。6.5、はい、6.5、27です。27、意外と大きいね、みんな。ね、ちなみに僕も 6.5 なんですけどね。しれっと流すっていうね、いやいや、ちょっとあのコメント来てるので少し紹介しますね、はい。どんなコメントですか、今日は。大丈夫なんですか。大丈夫ですよ。水飲んでいいよ、はい、大丈夫だ、ね、小泉さんかっこいいってきてますよ、こちょっと。おー、さすが、運動神経もいいし、独り占めだね、今日なんか。ららら、見て、あの二人の冷たい人。もう絶対、これあれだよ、家帰ったら小泉みたいな。やばいな、やばいよ。確かに。いやでも、りくくん、かわいすぎるって来てますね。かわいすぎる、かわいい、てる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 。ありがとうございます。確かに、ね、17歳だもんね、20歳とですね。この間のこの間、アドビックスでね、はい、写真、インスタで上がってましたけどね、はい、てっちゃんが、てっちゃん、はい、元のメンバーで、そうです、ね、4人でね、4人でね、はい、あれが素敵でしたって来てますけどね。なんかほっこりしたよね。そうですよ ね、はい、俺も見てちょっとほっこりした、なんか、うん、面白いね、なんか。あれは何、試合会場で試合終わった後、まあ、みんなで交流会しましょうっていうので、まあ、あの他のメンバーも見ましたけど、あ、みんなで、みんなで、はい、面白い、なんか、あ、でも来てますね、金井くん、プリンスって書いてありますけど、プリンスって出ました。金井くんプリンスなんですよ ね、こういうところから、はい、あのファンの人たちがプリンスプリンスって呼んで勝手にもうプリンスキャラになってね、そういうもんなんだよ。そういうもんなんですね。プリンスでいきましょう、いきましょう。もう俺はもう絶対プリンスでしか覚えてないからね。次はプリンスと先生だ。そう、プリンスと確かにすごい。ね、でもコメント嬉しいですね。ね、嬉しいですよね。本当ね。なんかないですか？これだけは聞いておきたいみたいな。ね、ないです。好きな食べ物？特に興味ない。そうね。興味ないと。何、好きな食べ物？一応聞いとこう、じゃあ。じゃあ、あ、俺から。うん、椎茸以外なら何でもいいです。椎茸がダメ、逆に、はい、椎茸以外だったら、はい、大丈夫、何でもいいです。いやでも、もうこれだけ、もう最後これしか食えないだったら何を選ぶ、チョイスするとしたら。白米。なんかイメージと合ってる。あ、そうですか。プリンスは。もうプリンスになっちゃった。そうですね、自分今食べたいのは寿司ですかね。お寿司ね、はい、もうじゃあもうこれしか選べないってなっても寿司、寿司でいいと思います。寿司好き先生は。うん、僕はイカが好きなんですよ。イカピンポイントで来たね。イカが好きなんですよ。イカをチョイスする、はい、イカチョイス。山ちゃんは。僕ですか。僕はやっぱプロテインでしょ。プロテインですね。プロテイン。はい、プロテイン。そうだね。プロテインです。大事大事。いやいや。でもまあ肉ですから。やっぱり肉。肉食べたいですね。もうぽいもんね。なんかね。なんかそれぞれ合ってますよね。なんか。ね、こう見た目と、うん、まあちょっとイカはちょっとあれだけど、なかなかそこチョイスする人なかなかいないけど。ね、はい、面白い。面白いね。好きな食べ物ね。あとなんだろうな、気になること。何かありません？ですね。何か聞きたいことないですか？あと何だろうな。
好きな女性のタイプ。ニヤニヤしてんの。行こう行こう、やっぱ若手から行こう。好きな女性のタイプ。ごめんなさい、ちなみに見た目ですか、うん、性格ですか。どっちでもいいよ。どっちでもどっちでもいい。タイプですか。じゃあ見た目でいく。芸能人でもいい。芸能人よくわかんないですけど、見た目だったら髪の短い女性が好きです。髪の短い、坊主ではないですけど、なんかちょっとショートっぽい感じ、はい、ショートっぽい人が好きで、黒髪がいいです。あ、黒髪がいいのね。いいね。どう？そうっすね、自分はそうっすね、頼りになる人がいいですね。あー、ぽい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 。僕は外人好きなんですけど。日本人じゃなく、はい、エマ・ワトソンがタイプです。あ、わかります。わかるよ、わかるわかる。すごいね、そこ行く。結構好きですね。へ、山ちゃんは。僕ですか、うん、僕はまあ女性であれば何それ、何それ。山ちゃんはい、すごい幅広いもん、ね、はい、すごい。ちなみに土橋さんはどうなんですか。僕はね、はい、小柄な人がタイプですかね、割と。うん、全然盛り上がらないこの話。何この俺の話はね、もう全然皆さん興味ないからあれなんだけど。あと何ですかね、気になることを皆さん、ね、気になる。ちょっと今来てるので、 リラックスできる時間はどんな時ですかって来てますね。あ、リラックスできる時間？時間、そうですね。何するかってこと、まあ、どんな時かってことですね。どんな風にリラックスするかってことですね。何？なんかリフレッシュするね。リフレッシュ方法みたいな、ある？ヤマちゃんある？僕はあります。もう僕はもう家帰ってお風呂。うん、あ、お風呂。風呂好き。YouTube 見ながらお風呂っていうのがもう最近のハマり。長風呂じゃ。長風呂です。どんぐらいの？30分ぐらいです。全然そうでもねえじゃん。長風呂の人大体1時間とか行きますよね。家でですか、ね、入浴、うん、あ、30分は僕の中で長いです。浴槽使ってる時間ですよ、うん、あ、そうですか。どのぐらい入れますか。いや、俺はあんまり長くない。あ、そうです、うん、お風呂は好き、はい、結構いろんな長野県、あ、温泉も、温泉とか、はい、温泉巡りは好きだから行くけど、はい、あんまり長く入ってらんない。30分ぐらいですね。1時間行かないですね。家の風呂だと1時間行かないですね。そうか、1時間、はい、そうだ、ね、温泉行けば行きますけど、はい、サウナとかも入る。サウナ、岩盤浴、岩盤浴の方が最近好きですね。ハマっちゃってる感じ。ハマってますね。サウナいいよね。いいですね。もうパッと毒素出た感じします。わかる、悪いもんが出てる。、はい、すいません、どうでもいい話ですよね。どうでもいい話。本当だ。どう、リフレッシュ方法は。家帰って、うん、夜ストレッチポールに乗ってゴロンとしてる時です。ストイックだな。気持ちいいですよ。そこでリフレッシュ結構してますね。マジで、はい、どう？そうですね、あんまりリラックス方法考えたことなかったですけど、まあ、強いて言うのは寝るのが一番いいですかね。なんか若い感じがする ね、 ね、僕はですね、あの、うちにとっても可愛い柴犬がいるんですけども、その柴犬と戯れてるのが一番リラックスになります。いいね、はい、可愛い感じがいいね。可愛いキャラが ね、 いいね、出来上がってますね、やっぱ ね、はい、リフレッシュ ね、 ね、リフレッシュ方法、ね、小林さんなんですか。僕はね、だ、温泉かな。温泉、あ、温泉、基本アウトドア、外出たがりなん で、はい、でしかも一人で行くのが寂しがりなんで、一人で行くの嫌なんで、だいたい誰かしら連れて、はい、後輩とかと、でみんなでワイワイするのが好きだから、はい、ご飯食べ行くのもみんなで行きたくなる、はい、でその時間が結構リフレッシュというか、え、みんな、あ、まあ、お酒は飲めないにしても、ね、お酒飲む？お酒は飲みますけど、このチームというか、まあ、の時はあんま飲まないですね。俺もね、あんまりお酒は強くないんだけど、はい、ああいうみんなでわーってしてる雰囲気が好き。いいですよね、楽しいですね。そう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 、だからあれが結構リフレッシュできたりとか、はい、逆に一人で行くとなんか考えちゃわない？そんなことない？なんかこう、悪かったプレーとか、うん、そうですね、でそういうのをなんかみんなでいるとなんかこう解消される感じがあって、はい、結構みんなで
お風呂行って一人だとさっき山ちゃん言うように30分ぐらいで温泉行くけど、はい、出てきちゃって結構早いんだけど、みんなで行くと何人かで行くと1時間とか2時間ずっと入れたりとかする。なんかあります？ないです。ストレスなさそうですよ。ないです。そうなんです。はい、あ、何ですか？目標にしてる選手とか、はい、これは決めたいショットみたいなのがあれば。僕ですか？あ、そうですよね、そうですよね、こっちですよね、すいません。どう、目標にしてる選手、やっぱ、はい、僕から、あ、いやいやいや、僕からいきますか。山ちゃんからいきます。じゃあ、目標にしてる選手は今は特にこの選手っていうのは今ないですけども、まあ、自分の理想とするプレーは自分の中にやっぱありまして、あとやっぱこれを決めたいっていうのは今年スキップを今やってるので、最後投げるときに最後の一投っていうのが点数に直接つながるので、それは今までと違うポジションで、あのこう緊張とかもしますけども、まあその一投を決めたいっていうのは今年のテーマとしてやってますね。僕も目標はいないんですけども、まあ、観客を魅了できるプレイヤーになりたいなと思ってますね。サッカー選手みたいなね。あ、本当ですか。そうですね、自分も目標って言われると、うん、そういるでしょ、いや、いるよね、そう、めちゃめちゃ近場にいるでしょ。そう、いや、今言おうと思ってたんですよ、言おうと思ったのに、ちょっと、ちょっとやめようかな、もう一回、もう一回振ってあげて、もう一回振ってあげて、じゃあ、もう一回、もう一回、あ、山口選手でした。いや、ここ勝った。早すぎて、言ってなかった。山口選手が、どうぞ。そうですね、なんていうか、今、実際もう一緒にプレーしちゃってるんで、うん、山口選手とも言えないですから、うん、一応そこまで来ることができたんで、これから探していきつつ、自分のプレーを大事にしていきたいと思います。このショットみたいな、このショット、あ、決めたいショットみたいな、決めたいショットですか。そうですね、決めたいショット特にないかな。そうですね、とりあえず、あ、いいよ、いいよ、やれることは全部やりたいですね。なるほど、はい。自分はやっぱり今年からスイーパーになったので、うん、まあ、日本一のスイーパーと言われる山口剛志が今目標です。お、剛志を、はい、あ、本当です、本当、本当に本当冗談じゃなくて、本当に。いつか蹴落としてやろうと、はい、でスイープの面では山ちゃんだけど、そのショットの面では、まあ、同じサードのポジションをやっているというのもあって、そのスウェーデンのサード去年代表をやってたんですけども、オスカー・エリクソンっていう選手が今目標ですね。知ってます、ショットでは目標になってます。山ちゃんショットの練習してきて。そうですね、頑張ります。すごいね、だそうです、ね、もう素晴らしい質問ありがとうございます、なんかありません、気になること、聞きたいことないですか。何でもいいんですよ。全然出てもはい、いいですかですね、はい、はい、じゃあもうあれですね、結構時間も何分ですか、もう1時間になりますからね、これで今日早めに終わろうとかってね、しゃべってたのに全然1時間体験があるからね、もう午後もあるのに、はい、早めに終わりましょうって、ね、ご飯も食べてないもんね。そうなんですよ、はい、じゃあちょっとサクッとスポーツ振り返っちゃいますね、はい、はい、行きましょう。まずは、松本山がですね、アウェー清水戦、ね、この試合、まあ、清水もそんな上の順位じゃないからこそ ね、ちょっと残念な結果でしたね。勝ちたい試合だったけど、はい、まあ、ただ結構下の方団子なんでね、うん、次の名古屋の試合とか、そうですね、うん、明日名古屋ちょっとホームですからね、うん、ここでちょっとこうぜひね、勝ち点3を、そうですね、はい、行ってきます、続きましては、明日、明日、はい、行ってきます、はい、で続きましては、来ました、来ましたね、やっとパルセイロが3連勝ですね、ちょっとなんかこう吹っ切れた感がね、うん、ありますよね、3連勝でいい形になって、はい、そうですね、まあ最下位から、まあ、今15位までね、いやでもやっとですよね、はい、でもこれが本来のこう元々持ってるポテンシャルのとこだと思うんでね、はい、まあこのまま行ってほしいですね。あと何連勝かいけるんじゃないかな、ね、勢い的に次は、うん、でもまあザスパですよね、31日大丈夫です、ね、アウェーですけども、はい、続いてパルセイロレディースは9月1日ですね、これが後期の開幕で、はい、はい、
です。で、グランセロス強いね、はい、今シーズンね、後期も、はい、後期も今1位ですから ねスタートそんなに後期もね、はい、ちょっとあれだったけど右肩上がりで上がってきて、はい、ですね、なんか雰囲気も良さそうですよね、チームの ね今日このあとですね、3時から松本で試合がありますので、うん、行ける方はぜひ。で続きましてアルティスタ、はい、明日、日曜日、明日ですね、アウェーで FC 北陸と、はい、ここもねまだ負けなしですからね、はい、で F リーグと、あれこれどうしたんですか、なあれ点数これ逆じゃないですか、2対9ちょっと過去の記憶がなくてちょっといやでもまあまあね、はい、はい、もう力の差を見せつけられたっていうような感じでしたけどね、フ、はい、ルガドール隅田に2対9で敗れましたね、はい、まあもうブレずにやり続けるだけだと思うんで、これでそうなんですよ、25日に3000人チャレンジでやるんで、はい、去年が2200人ぐらいだったんで、まあ、それを超えるような人数を入れて、またフットサルって本当に人が右肩下がりにこう落ちていってる日本全国のこう現状がある中で、長野が観客動員がまあまあいいので、まあ、長野からフットサルの魅力をもう一度こう発信できるようにね、とにかく3000人入れたいなと、そうですね、はい、目標はそこに持って頑張りたいと思います。ぜひ、ね、皆さん行っていただいてお願いします、はい、じゃあこのままプレゼントに行っちゃいます、はい、チケット関係ですね、それに、今日は後でちょっとサインをいただいて、はい、5人がいいですね、はい、だからじゃあ後でまたあの、はい、考えておきます今考えておいてよです、ね、じゃあ5人のサインを、はい、何名と書いてあるんですか、1名ですかね、1名、はい、1名、はいはい、じゃあ1名にしたいと思います。応募方法はいつも通りメールでお願いいたします、日付は25日中ですね、はい、25日中までに、メールで応募ください。で、もう次回いっちゃいますね、次回テレビ版は松本山雅ですね、うん、この名古屋戦を予定しております、はい、でインターネット版はですね、ちょっと21日はお休みということなんですけども、はい、28日ですね、なんと初めて県外からですよね、放送いたします、初の長野県を飛び出して一刀両断を沖縄からやるというね、はいはい、すごいですよ ね遊びに行く感じじゃないですけどね、え遊ばしてくれないんですか、いやダメですよ、ハードスケジュールじゃないですか、まあね、あの頑張ります、ウォリアーズがね琉球ゴールデンキングスと試合をします、プレシーズンね、そこをねあの撮影をしてゲストもウォリアーズの選手にお願いしているので、ちょっとまだ決まってないですけどもね、はいはい、来ていただきますので、はい、またじゃあ28日をお楽しみにしていただいて、いや本当に早く終わらすつもりが1時間オーバーしちゃいましたね、よく考えてどうやっても早く終わんないでしょうです、ね、まあ、今日4人もいますから ね、はい、4人いるしお客さんもこうやって、はい、そうなんですよ、来てたらね、はい、そしてこのキャラだよ4人の、ね、ちょっと面白かったですねキャラ濃すぎでしょう、濃いですね、いやこういうキャラがある方がなんか応援しがいありますよ ねなんかねキャラがあると、はい、まあでもねこの後またね、はい、ランニング体験ありますんでね、午後もね体験があって、じゃあ最後ちょっとこうね意気込みをね一人ずつ、はい、今シーズンのじゃあ若手からいく、はい、意気込み一人ずつ、はい、今後の抱負みたいな、はい、よしものをカメラどっちどっちでもいいか、こっちですね、はい、じゃあまず今シーズンは日本のてっぺん取るぞ、はい、いいよそういうのいいよ、いい、ね、若いっていいね、若いってね、いいですよ、はい、はいはい、じゃあまずは日本選手権優勝頑張るぞそういう感じなんかこの縛りみたいになって、はい、今シーズンに、日本選手権優勝して、世界選手権も優勝しますもうさ、苦笑いもう最後かよみたいな、で山ちゃん最後、はい、はい、まあ、オリンピック2022年
のオリンピック目指してこのチーム活動してるんですけども、この今シーズンと来シーズンっていうのがやっぱり日本代表を獲得しないとオリンピックの代表権っていうのは取れないので、この2シーズンまずはチーム力を上げて、まず日本選手権優勝、そこを目標に頑張りたいなと思っています。応援よろしくお願いします。やるんかいやるんかいこれやらんの、ね、やらんのかなと思って最後やっぱ持っていくよ ね, やねもういやもう今日ありがとうございました。長い時間だったけど ね, ねぜひね皆さんもありがとうございました、はい、ありがとうございます。いぜひね、まあ、生で ね応援にまたこれで、はい、ぜひ長野県のね、はい、一緒に盛り上げて始まります。よろしくお願いします、ねはい、でま試合もまた頑張ってもらって、はい、また番組にもぜひよろしくお願いします。またね、次大野くんでね。はい、大野でね。次5人で、なかなか面白いですね。はい、スポーツ大会も。スポーツ大会。カナダに来てもらえますか。カナダ、はい、日本を飛び越えますか。行きたいですね。ちょっとお金だけ出してくれれば。いやいやいや。俺もカメラ持ってば、ね。でも行きたいね、いつかね。行きたいですね、いつかね。はい、ぜひまた。はい、ぜひ頑張っていただいて。はい。もうぜひね、あの皆さんもまた SC 軽井沢クラブ応援してあげてください、ね、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。じゃ最後、はい、タイトルコールで、はい、すみません、僕が信州スポーツって言ったら一刀両断揃うのかな、はい、4人で一刀両断ね、はい、はい、大丈夫 OK です。ではある何もない、はい、自由でいいよ。センターです。これ遠いですけどセンター、はい、皆さん今週もありがとうございました。信州スポーツ伊藤亮太。さよなら。